はい、こんにちは、チャチャチャです。今年9月の19日にリリースされたダイスが運命を決めるオープンワールドアドベンチャー戦略 RPG ドラゴンエアサイレントゴッツが、なんとあのダンジョンズドラゴンズとコラボ中です。私 TRPG 出身のオタクなので、これはぜひご紹介させていただこうと思います。この動画はドラゴンエアサイレントゴッツから提供をいただいています。ドラゴンエアは TRPG をベースとした日本では非常に珍しいジャンルのゲームなんですが、好きな方にはめちゃくちゃ刺さります。パソコンとスマートフォンで基本無料で遊ぶことができます。このジャンルのゲームの中でもドラゴンエアは美しいグラフィックと作り込まれた世界観はもちろん、戦略性の高い戦闘システムが海外だと特に評価が高いんですよね。 UI に関してもこの手のゲームでは珍しく、かなり洗練されています。多数の地域で App Store のおすすめアプリに選出されたり、十数の地域で Google Play 無料ランキングのトップを占めました。ただ海外では流行ってるんですが、日本ではねちょっととっつきにくいジャンルかなと思うので、今回はドラゴンエアの遊び方と世界観を簡単にご紹介させていただき、最後に D&D コラボも楽しんでいこうかなと思います。まず遊び方です。ゲーム性としましては、オープンワールド、アドベンチャー、戦略、RPG といろんな要素が詰め込まれています。基本ソロで遊ぶゲームなんですが、マルチプレイで協力する PVE モードも存在します。剣と魔法とダンジョンとドラゴンというファンタジーな世界観で、200種類以上の仲間と自由に旅をしつつ、ハクスラのようなやり込み要素もあるオープンワールド RPG です。ゲーム中の装備の作成、説得、取引、窃盗など様々な局面でダイスロールが用いられ、このダイスの出目によってその成否が決定します。この要素がまさしく TRPG って感じですよね。これらのダイスロールにはもちろんキャラクリが重要です。選んだ種族によってステータスが変化するんですが、筋力があると攻撃力が高くなりそうですし、判断力が高いとクリティカルが出たり、アイテムが発見しやすそうです。魅力が高いと交渉に成功することも多いでしょう。ダイスの出目にこれらの数値がボーナスでつくので、行動が成功しやすくなります。逆にステータスが低い、苦手なことは失敗しやすかったりもするんですよね。続きまして戦闘です。実際の戦闘シーンをご覧いただきながら解説していきます。200種類以上の仲間、この仲間がヒーローって言うんですが、ヒーローから5人選んでパーティー編成を組みます。戦闘は半リアルタイム式で、戦闘中にヒーローたちがオートで攻撃、防御、前進、後退といった行動をプレイヤーではなくヒーロー自身が選択し、それぞれが行動していきます。なのでヒーローの位置取りや行動基準の把握は特に重要です。うまく位置取りを取って剣士を1対1で退治させるように仕向けたり、敵のグループを広範囲の魔術で焼き払ったりすると有利に進めることができます。基本半オートなんですが、スキルに関してはプレイヤーが任意のタイミングで発動させることができます。かなり戦略性の高い戦いになってます。このヒーローたちはストーリー進行でも仲間になるんですが、手っ取り早いのはガチャです。ガチャなんですけど、いわゆる SSR を引かないと勝てないということもなく、戦略を練ることで SSR のレジェンドヒーローがいなくても勝利をもぎ取ることもできるとは聞いてますが、私はそこまで進めてないので実際は分かりません。ただ今のところは全く詰まってないです。世界観とストーリー、物語はドラゴンの女王ティアマトと数多くの友人を召し、世界を崩壊させようとした混沌の申し子との戦いから始まります。混沌の申し子が敗れ、ドラゴンの女王が勝ち、世界に平和が訪れました。主人公はこの1200年後に混沌の海という地獄のような場所に生まれ落ちます。ただね、この主人公なぜか記憶喪失で、自分がなぜここにいるか理解していません。その後いろいろあって生贄にされたり、混沌の申し子の復活を阻止するんですが、復活を阻止した時に混沌のかけらという混乱を招く物質が世界に
散らばってしまったので、それらを探すために世界各地を巡り、事件などを解決しながら冒険するというようなダークファンタジーです。おい、目を覚ませ。おい、まさか死んでいないよな。このようにほぼフルボイスでチュートリアルおよび物語が進んでいき、だいたいね1時間弱ぐらいで冒険が始まります。そこからはオープンワールドなので、どこでも行けちゃう感じなんですが、ちゃんと目標クエストとかデイリークエストとかも存在してるので、自由度は高いんですけど、完全に放り出されてしまうっていうわけではないのでご安心ください。 DD コラボ、このチュートリアルをクリアしてその後少しだけ進めると、 DD コラボ早速スタートさせることができます。ダークエルフのドリッツドはもちろん、ライバルの L2 も登場します。コラボストーリーとしては、混沌と破壊を好む L2 が世界を大混乱に陥れるので、レジェンドヒーロードリッツドに力を貸してもらい打破するというような物語です。しかもね、今回のコラボ初心者でも楽しめる特別ルールになってまして、コラボイベントの戦闘ではプレイヤーが入手した全てのヒーローが出戦でき、それらのヒーローは全てレベルが100になり、ヒーローに装備を装着する必要性がありません。ただスキルなどは継承される感じです。このコラボクエストでは始めたての方でも強いキャラを使うことができるので、このゲーム自体の特性を学ぶことができます。こういったね、戦略性の高いゲームって大まかな特性を知ってるとヒーローの育成方針もわかるので、進める前にね、ぜひこのコラボからプレイしてみてほしいです。はい、それでは D&D コラボのガチャ引いていきたいと思います。やっぱりね、ドリズッド、この子が欲しいですわ。あとは今期のエピックヒーローは今はこんな感じです。ただね、レジェンド 0.5% なんだよな。240貯まると召喚できるみたいなんで、コツコツ頑張っていきます。でまず5回召喚頼む。うおほほ、今紫しかなかったね。青と紫しかない。偶数にローレス、あ、次行きます。頼む。いやー、エピック。おー、ケイリオン、アルデン、ギギル、あと3回で終わりか。頼むよ。あー、もう一回。うん、今なんか、あー、なるほどね、この演出だとエピックなんだ。じゃ最後いきます。うわー、エピック。カリュードの刃、でも刃結構集まりましたね。ドリッツドまであと半分です。残りのね、コラボ期間も頑張っていきたいと思います。ドラゴンエアはシーズンというものが存在してまして、だいたい 3,4 ヶ月に1回新しい冒険、大きなアップデートがあり、新たなコンテンツや新たなマップ、ストーリーや種族などが追加されますので、長く遊べるというのも魅力的です。ダンジョンズドラゴンズとコラボ中のドラゴンエア、パソコンとスマートフォンのダウンロードリンクおよび公式サイトは概要欄にあります。気になったよっていう方はぜひそちらからチェックしてダウンロードしてみてください。ということで今回はゲームのご紹介でした。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんいろんなゲームご紹介していきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。